ビクトル・オノプコは、ウクライナ出身のロシアの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは、ディフェンダー。ロシア代表で長年にわたり、キャプテンを務め、最多試合出場記録を持っている。現、PFC クスカ、モスクワコーチ。ウクライナの FC シャフター・ルドネツクでキャリアをスタートさせ、FC ディナモ・キエフに所属した、兵役中の1年を除き、1992年まで、 シャフタールでプレー連邦崩壊後は、ロシアの FC スパルタクモスクワに移籍し、まもなく CIS 代表に選出される。1995年から2002年までスペインのレアルオビエドに所属し、守備の中心選手として活躍した。2005年、サトルン・ラメンス公営でのプレーを最後に現役を引退。2009年からは指導者への道を進み、 PFC チェスカモスクワのコーチとして、キャリアをスタートさせる。ウクライナ出身だが、ウクライナ代表ではなくロシア代表を選択し、ロシア代表最多記録の109試合に出場。1994年、2002年のワールドカップ、および1996年の UEFA ユ u r 9 6に出場した。ありがとうございます。